おひかです。今日は埼玉県立南稜高校の女子サッカーの方に協力していただいて練習参加をさせていただけることになりました。南稜高校の女子サッカー部は関東大会ベスト4とかアンダー18サッカーリーグの第2位とか結構強いチームなんで、まあなんか今日はオフ的な感じで軽いメニューをやるみたいなんですけど、ちゃんとついていけるように頑張りたいと思います。現役バリバリだと思うんで軽いメニューって言っても私にとってはきついかもしれないんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。いいですね、なんか女子サッカー部、うん、めっちゃ羨ましいです。ガチガチの初心者なんでお願いします。水木さんが今日は1対1でついて教えてくれるみたいです。はい、こんにちは。最初みんなで同じメニューをやって、その後2つに分かれて来てくださったんで、はい、一緒に混じってもらいます。じゃあ、一通りありがとうございます。サッカー系 YouTube をやってます、さきかと申します。サッカーは未経験なんですけど、初めて女子高サッカー部に参加させていただけるということで、ちょっとどんな感じか、なんか一緒に楽しみたいなと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。始まるので、練習生が来ているのと話を始めてください。はい、じゃあ始めましょう。よし、じゃあニュースで楽しそうですね、めっちゃねえ、楽しそう。バービーできず。バービーできず。行きます。急にむずい。待って。行きます。大丈夫です。みんなが。Yeah!
か。優しい、みんな。ごめんなさい。すごいですね、皆さんの、あのカバー力。楽しすぎる、やばい。全然違いますね、うん、なんか。ずっとメンズだったんで。ね、少し参加してどうですか。めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそう、本当に。暑いけど。高校生に戻った気分です。そう、でもマネージャーさん曰く今日は涼しいらしいですよ。これで。これで涼しいらしい。確かに女の子で綺麗な、かっこいいですね。めっちゃ皆さん、でも男の子たちなんで、確かに新鮮な、そう、全然違う、うん、全然違う。なんでマネージャーやろうと思ったんですか。全然、そうなんですか。すごいかっこよくて、プレイヤーやりたくなりません。いや、でもやっぱ全然できないんです。そんなレベル高いんだ。もっとバスケやってました。3年間だけ。ました。めっちゃそうだなって思いました。あの、ボールの回しやってた時にというか、そういう感じかなって。確かにバスケですよ。出ちゃいます。すごい。身長何センチありますか。大きい。何センチ差ですか。15。はい、はい、準備してあるよ。
やったー。はい、イエローカード。はい、イエローカード。混ざれないということでこっちに混ぜてもらってます、はい、すごい楽しそうな練習でした。でも普通に練習になりますよ。ここら辺に来たボールとか確かにそうですよね。てかみんなすごいですね。やっぱりうんすごい。やっぱヘディングとかもねあのポンポン続くのすごいですよね。痛くてできないねえ。あじゃあ、OK、あ6やるらしい。行く行く行く。行く行く。いや楽しそうでしたね。前回の時とかは超みんな真面目にやってたんで笑いとか一切なかったんですけど、確かにオフの日だったっていうタイミングもあって、うん、わちゃわちゃできたから、そうバレエみたいなの、ね、するやつあれメインですよね。そうあれめっちゃ面白かったです。サッカーやってたかったなってめっちゃ思いましたね。確かにこういう風に女の子に混ざってる、うん、小学校の頃ねサッカーやろうと思ってやめちゃったんで。あそうなんですね。部活ありました？中学とか高校サッカー部。女子ないです。ないですよね。珍しい。クラブチームが確かに確かにクラブチームすごい強いチームの割にはなんかちゃんとみんな、 なんか笑いながらっていうか、うん、確かになんかやれるってすごいメリハリがあるチームなんだなって思いました。いや本当思いました。リフティング褒められてましたよ。うまい、ね、うまいってね。ボールが落ちてくる地点にいるの、いることはやっぱバレーやってたんで、ね、得意なんですよ。なるほどね、はい、ただ、はいはい、その足の使い方ができるかどうか。確かに。はい、今日は女子サッカー部の皆さんありがとうございました。すごい楽しい練習だったし、リフティングで遊んでたように見えて結構いい練習にもなってたんで、自分が上手くなって参加したいなって思います。最後のシュート練習とかみんな簡単そうに蹴ってんのに、いざやってみたら、ね、もう使うみたいな。そう飛ばないし基本がないんで、ああいうのとかバリバリできるようになったらかっこいいなって思いました、うんうんうん、だから女子サッカーかっこいい。かっこよかった。次はねどこの学校さん行くかわかんないんですけど、はい、お楽しみにしてください。今日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、チャンネル登録と TikTok とインスタと URL 貼ってるんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。またねー。